はい、9時になりました。 IFIM のお時間です。復興を考えるソーシャル学生ネットワーク IFIM は毎週木曜日21時からユーストリーム番組を1時間生配信しております。本日も仙台市青葉区にありますカフェスタジオごくりからお送りしておりますが、さて今日は4人で配信をね、机を並べてねスタートさせようということなんですけども、はい、机を叩かないでくださいね、はい、机を叩いた音も配信に乗りますね。あーやばい、よくないですよ。いつもないものなんですよ。このねカフェスタジオごくりもですねコワーキングスペースとしてデビューしまして、もうね結構長いこと日付経ちまして、結構たくさんの方にご利用いただいてましてですね、そろそろですね机のね端が欠けてきたりとかしますね。そうですね、そうですね、汚れが目立つ、久しく見てないうちにこんなねそろそろねなんかねあの掃除とかしなきゃ、あのこれフローリングにしたのがそろそろ1年とか経つんですよ。うん、そろそろねちょっと掃除しなきゃいけないなと思ってますけども、皆さんはいかがでしょうか。まあ見てる人には全く伝わらない全く伝わらないということですけども、うん、というわけで本日 MC を務めます東北大学2年の洞口です。よろしくお願いします。おい、よろしくお願いします。皆さん今の学年で自己紹介できるのもうそろそろ時間ないですから、噛み締めて自己紹介してくださいね。ああ特に宇佐さんなんかはもうね言えないですから、学生なんか、はい、もうジジイですって言わなきゃいけない。ジジイもっと言い方あるのそうですね。じゃあ富田さんから自己紹介お願いします。はい、東北学院大学経済学部経済学科3年の富田理恵子です。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね。久しぶり、久しぶりですね。久しぶり、久しぶり、ね、よろしくお願いします。お願いします。学校で会った以来だね。そうですね、結構会いますもんね。個人的ですよ。じゃあ岡原さん。はい、東北大学工学部3年情報知…あ、工学部行ったよね、はい、情報知能システム総合学科大川礼人です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、そしてじゃあ遊佐さんに行きますか。はい、東北学院大学法学部4年の遊佐と申します。卒業が決まって、はい、卒業決まりました。おめでとうございます。ついについに学び屋を離れますね。はい、長かったですね、長かったですね、ここまで学生生活が、いやー紆余曲折ありました。いやでもね晴れてね4月からね社会人、社会人ですよ、社会人ですよ。いやでもねこうやってね IFIM もね社会人メンバーがどんどん増えてきてですね、そうなんですね、ね、もう一番最初知る人がいないんですよね。まあたまにツイッターしますけどね、誰も知らないんです。まあ、というわけで大変なことになってますけれども、今日はねちょっとねオープニングトークとして取り上げたいんですけども、うん、やってましたね世界会議、世界会議、世界会議、すごいのやってたらしいじゃないですか。そうなんですよ、6日間やってましたけれどもね、はい、行きましたか、何かに行きましたか。行ってないです、僕は行ってないですか。はい、僕も行ってないです。あー行ってないですか。あー最後の砦行きました。おお、よかった。よかった。仙台でさ、10年に一度の舞台イベントにさ、まさか FM 誰も行ってないんだったらまずいなと思ったらさ、ね、よかった。何か何行きました。私は学生が復興インターンっていうことで、はい、被災地の企業を回って、うん、まあ、何か体験してくるっていうものの報告を聞きました。おお、なるほど。まあいろんな報告はどうでした。そうですね、結構関西だったり関東とかだったり、そういうなんか全国各地から、うん、その企業にインターンしに来ているっていうことがびっくりしたっていうことと、うん、あとそうですね、やっぱりボランティアで私今まで関わってきたんですけど、その企業とボランティアでやっぱりなんだろう、目線が違うっていうのがちょっと新鮮だったなっていうのを感じました。なるほどね。いやでも本当にこの防災世界っていろんなことやってましたね、うん、でたくさんね街の中にね外国人とかまた見知らぬ人とか観光客とか来てて、結構仙台賑やかでしたね。賑やかでしたね、はい、いやでそういう感じで防災会議をやってる裏ではまたね災害が起きてしまいまして、うん、バヌアツでサイクロンの被害が今すごい大変になっているそうです、うん、みたいですね。そのニュースでも見たんですけど結構大きい、ね、被害でしたよね。でちょっと首相は仙台に来てたんですけども、もうすぐ帰って対策を今しているということなんですけども、仙台の市役所とか区役所などに募金箱などが設置されているそうなので、ね、気持ちだけでもねちょっと入れてあげて、そうだね、本当にね防災災害っていうのはねなかなかなくならない、絶対になくならないものですから、こうやってどうやって立ち向かうかということで会議もしたので、ね、これから、まあ、もうちょっと考えていければなと思います。やっぱりその国民の半分以上が被災しちゃったと、うん、それがね、やっぱりね、国土が狭かったりとかするとね、うん、大変ですね。大変ですね。さて、
今回は本日 IFIM ではこちらのテーマについて取り上げます。福島県浜通りの今と言いまして、はい、福島県、まあ、福島県ご存知ですけどね、はい、この福島県の浜通りに僕らが行ってきました。行ってきたのが、はい、この3人来ましたね。はい、行ってきました、はい、行きました、行きました。国道ね、6号線が、ね、はい、開通してさらに常磐道も開通したということで、うん、ちょっと見に行こうということだったんですけど、ね、まず TAIGA さん、はい、福島県が大きく分けて3つに分かれてるってことご存知でしょうか。3つに分けて分かれている、隣県ですよね。隣県ではありますね。隣県ですよね。隣県ではありますね。今から来て宮城に来てすごく隣県で来てますよね、うん、ずっと隣同士でしたよね。確かに確かに常に隣にいる、常に隣同士でしたね。存在だった福島県、はい、3つに分かれてるんですか。3つに分かれてるんですよ。分からないんで教えてもらっていいですか。3つに分かれてるんですけど分からないんですか。分からないです。いやそれはちょっとね、福島県出身の富田さんとしてはちょっと怒りが収まらないところではないです。おかしいですよ、マジですか。分からないなんてでも3つに分かれてるって言えばパッて出ますもん。あ、出ます。あ、そうなんだ。あ、やばい。ちなみに3つは浜通り、中通り、はい、会津の3つです。なるほど、はい、そうなんですよ。この3つに分かれておりまして、福島県は東、海側から浜通り、そして真ん中あたりの例えば二本松とか、あと福島市、郡山市などがあるのが中通り、それから会津若松市などがあるのが会津ということで、3つに分かれているということでございますけれども、うん、ね、浜通りに僕らは我々行ってきました。うんうん、水ですね。そう、なんで浜通りに行ってきたかというと、やはりね、福島県第一原子力発電所が立地していて、ただいまね、ちょっとね、避難の区域になっているというところがこの浜通りですので、今ちょっとね、行ってみてどういうことになっているかというのをちょっと僕らが見てきました。実際に行ってみたわけなんですけれども、まあ、ゆささん行きましたね。はい、行きました。どうでした？まず最初に行く前、うん、行く前のイメージとしてはどういうものを持っていましたか？いや、なんか若干不安はありましたね。なるほど、はい、やっぱりその放射線が高いんじゃないかとか、線量が高いんじゃないかと、そう、どう車で通っていいもんだのかみたいな。そうですね、そういうところから始まりましたね、まずは。はい、うん、なるほどね。そうだからね、ちょっと線量もなんか高いところを通るんですけど、僕らもちょっと不安はありましたけれども、うん、ちょっとね、通れるので見てみたいなっていうのがありまして、 それで今回国道6号線と常磐道が全線開通いたしましたが、今回避難区域を通っています、うん、こちらの国道6号線は。でちょっとね、避難区域の説明をさせていただきたいんですけども、はい、今福島県は大きく分けて3つの避難区域がございます。まず1つが、ちょっと原発から少し遠いところなんですけども、うん、避難指示解除準備区域というところで、はい、まずここに暮らしている方とか、ここに帰りたいという方もいる。でそれからもう1つ、もっと厳しくなるのが居住制限区域というところもあって、ここでは住むことができなかったりとか、そういう、ね、区域もあったりもするんですよね。そして最後、帰還困難区域ということで、ここは立ち入ることも制限されたりとか、とにかくもう泊まることも禁止っていうのがここら辺の区域の多いところなんですけども、うん、まあ、そんな感じで特にこの一番厳しい帰還困難区域というところに僕らは行くということなんですけども、画面は戻してね、画面は戻してね、使わないから、はい、というわけで早速ね、動画があります。行ってきた動画がありますけれども、うん、見ますか。見ますか。見ましょう、早速。そうで、まず6号線を僕らは通ってきました、はい、この国道6号線は去年の9月に全線復旧開通いたしまして、うん、この6号線というのは仙台市の新潟を支点としまして、ずっと福島県の海側を通る道路なんですけれども、うん、岩沼あたりから国道4号線と分岐して、そこからスタートということなので、うん、岩沼からまずは南相馬まで向かったという動画をちょっと見ていただきたいと思います。それでは動画の準備をですね、今僕がしています。僕が今していますね。明らかに僕がしています。なんですけどね、そうね、南相馬まで行く道に、うん、っていうのがね、割と見どころって言ったら変だけど、見どころっていうわけではないですけどね、けどなんかいろいろ道の駅あったりとか、ね、ありましたね、道の駅が、うんうん、その道の駅に行ったのもね、ちょっとね、はい、動画としてあるので、まあ、そこでもやっぱり震災を考えさせるような資料っていうのはいろいろあったわけで、うん、ありましたね、まあ、そういうとこちょっと見てほしいかなと、はい、それでは VTR いきますか。はい、はいはい、ではいきます。 VTR どうぞ。2015年3月4日、我々は昨年の9月15日に3年半ぶりに全線が開通した国道6号線を宮城県の岩沼市から南下して、福島第一原子力発電所の事故の影響で
帰還困難区域となっている場所へと向かいました。ちょっとね、まだ結構空間線量が高い地点もちょっと通るということで、その間は横道とかは入れなかったりとかして、いろいろ制限もあるところなんですけれども、だから途中であんまり降りちゃいけないとか、そういう制限もあるところなんですけど、窓を開けちゃいけないとかもあります、ね、はい、今この福島県、ちょっと今まで入れなかったところがどういう状況になっているのか、そしてまたね、いろいろ映像で撮っていきながらちょっと今の現状を見ていきたいなと思ってます。そうですね、そうだから本当にどうなってるのかっていうのが僕らもまだ分かっていないので、さまざまな不安を抱えたまま、我々の車は宮城県山本町にある JR 常磐線坂本駅の工事現場を通過します。 JR の常磐線が今内陸に移設されるということで、今高架で作っていたってところですね。早ければ2017年の春に常磐線が作られて、そして今通っていたところ、川の近くあたりに以前よりも1100メートルほど内陸側に新しい坂本駅ができると。1100メートル、そう、まだ今浜吉田駅までしか線路を通ってないので、それ以降は内陸に動かすということで今工事が進んでるんですけども、でも高架なんですね。そう、高架なんだなと思う、うん、今作ってましたけどね、そこちょっとびっくりした、うん、まあ1キロぐらい内陸に来たからなのかわかんないけど、でも周り結構家とかお店とかありましたよね、あそこら辺、ね、だからやっぱりあそこが本当にこれから市街地に、坂本の市街地になるのかなっていう感じはありました。ここで洞口が6号線のある特徴に気づきます。でも本当にあの国道6号線今ずっと通ってるんですけども、前の車のトラックで、それから行き交う車も本当にトラックが多いですよね。多いですね。だから震災復興の時に使うこの国道6号線が、まあ交通としてどれだけ役立ってるかということと、それからまた常磐道も通ったので、多分常磐道もかなりトラック行き交ってると思うんですけども、まだまだ工事とか復興とか本当に途中なんだなっていうのが、このトラックの数ですごい ね、思いますよね。本当にトラック来ますからね。この先46キロ先、二輪車、軽車両、歩行者通行不可ということで、バイクとか自転車とか原付とか、まあそういうのでは通行できないんですよ、うん、できないんだね。この車、乗用車でしか通行できないんですよね、まだ国道6号線は。だからですね、体がむき出しの状態では行っちゃいけませんってことでしょ。まあそういうことですよね、うんうん、そういうまだまだ、ね、対策必要な危険なところに行くということなんですけども、道の駅相馬 1.5 キロ、はい、道の駅があるみたいですね。道の駅があるみたいですね。なるほど。未来本陣相馬って書いて、書いてましたね。ちょっと気になりますね。行ってみますか相馬。うん、行ってみましょう。道の駅相馬、未来本陣相馬という愛称を持つこの施設では、現在震災伝承コーナーが設置され、東日本大震災の被害の様子を伝える資料が数多く展示されています。山本町のね、そうですね、机だったり、この時間に僕たちは名物の青のりソフトクリームを食べることにしました。落ちた、落ちましたね。ということで、青のりソフト、はい、こんな感じ、こんな感じです、はいはい、本当に緑色。なるほど、ちょっと今舐めてみた感じ、青のり感はありました。マジですか。味しました、青のりは。いただきます。どうだ。すっげえ香り、すっげえ香り、はい、というわけで相馬の名産の青のりソフトを食べてみたいと思います。本当に青のり香りします。あ、でもね、ほのかにね、香りしますね。あ、すごい。本当だ。あ、でも、なんて言うんだろう、甘いし、
これ美味しいですよ。美味しい美味しい、すげえ美味しい。これすごい美味しい。すっごく美味しい。だって青のりにソフトクリーム合うのなんてちょっと思ってましたよね。最初もすごい不思議で。いや絶対合わないと思って。絶対合わないと思ってましたね。上越南相馬2キロ。続いて我々が向かったのは道の駅南相馬。ここでもたくさんの美味しいものと巡り合いました。というわけで、ね、買ったものをちょっと見ていきましょう。はい、まずはい、相馬巻き。おお、これね、あられに海苔が巻いてあるみたいな感じのもの。海苔がっつり入ってますね。がっつり入ってます。ちょっとね、海苔に惹かれました。あー、いいですね。ちょっと海苔で買っちゃいました。でかいですね、はい、ということであのね、すごいんだよこれ。手作りアイスまんじゅう。めちゃくちゃね、さっきね、これね、あの積んであったんですよ。売られ方が尋常じゃなかった。びっくりしましたね。一つの売れに200個ぐらい置いてって。そう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 。そんなに強調するかと。まあ食べましょうよ。これも福島県の。いただきます。食えるかなと思ったら、うん、超硬い。小豆バーとどっちが硬いですか。小豆バーよりこっちの方が硬いんじゃないかぐらい硬い。それがすごい硬いですよ。ちょっとこれもね、硬そうなんですよ。それも硬いですね。でかいね。ゆさが食ってもでかい。あ、うまい。そうだな。うまい、うん。何がうまいって、せんべいにちゃんと醤油が付いて甘くなってる。甘いせんべいに海苔が巻いてる感じです。うわ、美味しそう。いいな。カップルか。すごいパリパリね。あの硬いやつ噛んでるやつがいるんで。これね、奥まで噛んでも全然いくない。まだミルクブームですか。まだミルクブーム。練乳の味がして、ね、超美味しい、うん。まだミルクバーです、それは。まだ中の味到達しない。それただのミルクバーですね。ほっけ。めっちゃ冷やしてましたからね。ガンガンに冷やしてました。あ、うめえ。甘い。ちなみにこれは南相馬の原町にあるですね、はい、松永牛乳さんというところで作ってるアイスそうです。どんな味がする。とにかく硬いということだけ覚えていただければですね。お、うん、来た。お、来た。あ、うまいうまい。あんがすごい甘いですよ。やっぱ練乳と合いますね、あんは。うん、これは合うでしょうね。あれですね、世界。あ、また浸水区域。腹ごしらえを終えた我々は、また福島第一原発へと近づいていきます。もう原町は抜けて小高に入ったってことですよね。もうだいぶ沿岸部の方で原発も近くなってきました。うん、残り15キロぐらい。あ、米にやってないですね。うん、やってないね。片付いてもいないですね。うん、もうそろそろ4年が経過しようとしていますが、ここら辺はなんて言うんだろう、まだそのままっていうところが多いですよね、かなり。ここもそうだ、ね、ここもそうだ。これも、あ、そう、あ、そう、こっち側。目に飛び込んできたのは、地震や津波で壊れ、いまだに片付けられていない建物。結構もう宮城県の方では、こういう景色はまあ2011年、2012年あたりは結構見ていたけど、うん、どんどん片付けたりとか、建て直したりとか、でお店も再開したりとかして、結構なかなかなくなってきた景色ではあるんですけど、あれも家だね。そうですね、まだまだ。何もないね、窓。結構ね、お店とかもそのままっていう印象、なんて言うんだろう、ここだけ時間が2年とか3年遅くなってるみたいな、そういう印象がちょっとありますね。うん、はい、浪江です。浪江に入りますね、はい、南相馬市から浪江に入ります。車も全然、そうですね、車通り降りましたね。うん、いよいよ我々は浪江町に入りました。はい、というわけで見ていただきましたけれども、はい、そうですね、まず岩沼から福島県に入りまして、はい、ここからずっとずっと南下して浪江まで来ましたね。うん、道中いろいろなね、まあ、風景もありましたし、ちょっとあの何ですかね、南相馬市の原町を越えたあたりからちょっと結構なんていうの、風景が変わってきたかなという印象はありましたね。うん、道の駅2つ行ったんですけども、特に南相馬の道の駅がすごい人いましたね。人がいましたね。そう、たくさん人がいて、そう、すごい栄えてましたね。駐車場満車でしたね。そう、そこがありましたけども、
三田さんは福島県出身ということで、まだ福島県の沿岸部にあまり行っていないということなんですね。そうなんですよ。今の映像どうでしたか？なんか4年経って、はい、で1回もその浜通り、はい、今までその震災前は夏に1回だったりとか行ってたんですけど、はい、今日この初めて動画を見て、うん、そのなんだろう、ちょっとドキドキっていうか不安とかいろいろあったんですけど、そのやっぱりさっき洞口くんがその動画の中でも言ってた通り、なんだろう、時間がここはここだけ止まってるんだなっていうのが本当になんかちょっと動画見ながらショックっていうか、そんな感じでしたね。そうですね。やっぱり結構宮城県とか岩手県の沿岸部に行くと、もうほとんどなんていうんだろう、新しい町を作るためのかさ上げ工事とかも始まってたりとかして、結構物を片付けてたりとか、逆になんていうんだろう、何もなくなっちゃった後にすごい土とかをたくさんかさ上げして持っているみたいな、そういう風景が今広がってるんですけども、そうじゃなくてなんていうんだろうな、建物がまだそのままっていう、浪江の前後は本当にそんな感じですよね。そうですね、非常に多かったですね。なんかその時間が止まってるっていうか、逆に戻ってるぐらいの勢いかもしれないね。やっぱり4年間も人が住んでなかったりもすると、うん、結構もう建物もさらにボロボロになってしまったりとかしてね、結構なんか崩れてたりもするんですよね。ホームセンターとかが商品を置きっぱでそのまま、そうですね、お店とかもほとんど、ね、やってなかったりとかもしたんですけども、うん、っていう感じでしたね、はい。そしてね、この6号線というのは結構 JR 常磐線と並行して走ってるんですけども、うん、この常磐線の、ね、復旧具合も結構見てたんですけども、まず今仙台から考えますと、浜吉田、渡利町の浜吉田までまず常磐線が通っていて、それから南の浜吉田から相馬間というのは現在運休している、うん、でその間にあった山本町の坂本駅とかも見ましたけども、ここは2017年の春に再開予定ということに、ね、はい、なっています。で JR の常磐線って今ちょっと飛んでまして、そこから相馬から原野町の間もう一回やってるんですよね、うん、今鉄道動いてるんですけど、そこからまた原野町からまた南はまた運休中ということ で、ここの区間はいつ再開するかというのがちょっと不明瞭なところもあるということで見てたんですけれども、ね、鉄路がね復活してくれないとやっぱり人々の足ですからね。そうですね、まあ、車で通れるようになったっていうのは非常に嬉しいことですけども、日頃鉄道を使うっていう方非常に多いと思いますから、ここは復旧してこないとなかなか厳しいのかなという印象はありました、ね、さて浪江まで我々は行きましたけど、そこからまた福島第一原発まで近づいていきます、うん、というわけでその動画がありますので次の動画に行きましょうか。はい、この第2つ目の動画はですね、この浪江なんですけれども、さらにもっと南に行って帰還困難区域、はい、人たちがだって生身で出てはいけないようなところまで行きましたので、うん、そこのちょっとね映像を見ていただきたいなと思います、うん、はい、というわけで動画をね今から出すんだよ。出します、出しますね、パソコンがね。というわけでパソコンが出す、僕が出すんじゃない、パソコンが出すんだ。じゃあ行きますか、はい、じゃあ VTR どうぞ。どうぞ。浪江です。浪江に入りますね、はい、南相馬市から浪江に入ります。福島県浪江町、震災以前2万人以上が暮らしていました。この町は今どうなっているのでしょう。電気もついてるし、この辺はもう浪江の中心だったようなところですよね。お店とかたくさんあるし、お店たくさんあるけど4年間放置されてるんだ。ここにはたくさん建物があるけれど、この人たち、あ、ローソンやってる、ローソンやってます、ローソンやってるんだ。ローソン浪江町役場前店は2014年8月に浪江町内で初めて営業を再開した小売店舗です。品揃えは通常の店舗と同じ。しかし営業時間は午後3時まで、日曜日は定休となっています。我々は車を降りて辺りを歩いてみることにしました。ですがその先に家も道路もあるのに進めません。側も行けないけど、お店がたくさんありそうで、まあ、役場の近くだからおしゃれな街灯とかもあって、本当に街の中心部なんだろうけれど、やっぱり入れなくなって、立ってるぜ、うん、
に生活があるはずなのになあ。津波で被災した地域とは違うってなんか分かってるけど、リアルな目で見るとね、本当にリアルですよね。だから、まあ、もちろん何もかもがなくなってしまったっていうところもまた本当にショックではあるけれど、家とかお店があるのにそこに入れないっていうのもまた違う種類ですごい衝撃っていうか、浪江町を抜けると双葉町、帰還困難区域に指定されている地域を通過します。ここからはもうバリケードとかもあって歩いてはいけないところに来てるんですけど、なんて言うんだろう、まず警備員みたいなものとかそういう人が見当たらないんです。いなかったですね。うん、だから本当に本当に人がいないって感じで、ただ看板置いてあるだけだったからね。そうですね、本当に看板だけでしたね。なんかイメージではもっとたくさん人がいてすごく制限してなんか止めてとか、うん、そういうイメージだったけれど、そうじゃないんですね。もうああでもなんか作業してる人、ね、作業してる人はいますね。そして国道6号線で福島第一原発へ最も近い場所へ。花火原発に行くの。ああ。まさか本当に曲がるわけにはいかないよね。まあね。原子力大、福島第一原子力発電所への道を花火が示しています。まあ曲がれないです。もちろん曲がれないですよ。もう本当にもう、あれかな、え、そう、見えた関連施設っぽいな、見えた。ある向こうのに今なんかあったありましたね、大きいのが。どっから見えるんだろうね。どっから見えるんですかね。過ぎちゃったもん。大熊町に入りました。あ、向こう側にあれか、あれですよね、あれだ、この辺か。あれは第一、第二、第二じゃない、第一、第一だと。あ、左第一って出てる。あ、出てますね。あ、ここ曲がるとこ行けるんですか。まあ曲がれないよね、もちろん。第一原発に関しての最短の場所まで行ったのかな。そうですね、見えましたよね、うん、いわゆるあの映像でしか見たことなかった、原発が今見えましたね。本当に近いですね、ここまで来れるんだって感じ。本当にこの道以外全部通行止めだね。そうですね、当たり前なんだけど。で、やっぱり近づくにつれてその入る道に警備員も立つようになってましたね、女性服とかの人もいたし、ね、そうそうそう、あれかな。クレーンとか見えるよ、ね、クレーンたくさん見えます。その向こう側にしてと見えますし、ダメでしょ。あっという間に過ぎたね。福島第一原子力発電所、テレビや写真でしか見たことがなかった場所、あの場所から始まって今も続いている
再現のない悲しみが国道6号線を走る車の外にも広がっていました。抜けましたね。うん、富岡ですね。除染したものの仮置き場ですね。そうですね。やっぱちゃんと距離を置いてあるんだ。離して。この動画では、うん、浪江から福島第一原子力発電所のある富岡まで一番近づいたということですね。はい、まあ、見ていただきましたけども、動画を見てる最中に富田さん知ってるっていう声もありましたけど、はい、知ってる道だった、あ、知ってる道だった、最初の方ですかね。はいはいはい、やっぱりなんだろう、海に行くときにこう通る道なんですけど、うん、そこにさっきなんだろう、誰も人がいないとか、なんだろう、人行き交う姿が見えないっていうのを聞いて、あ、でも変わってしまったんだっていうのがちょっとびっくりしました。うん、はい、うん、そうですね。まあ、なんといってもその知ってるか知ってないかでも結構ショックの具合って大きいですよね。僕も宮城に住んでたんですけども、宮城に住んでて、例えば閖上とかかなり知ってる地域なんで、閖上に行った時の衝撃がやっぱり一番大きかったかなっていう、一番なんて思い入れがある地域とかを見てしまうと結構、行くときはやっぱり海に行くっていう楽しい気分で行っていたので、そうですね、なんかこの動画の場合だとちょっと違う、うん、まあそうなんですけど、うん、なんかちょっとやっぱり大きかったです ね、 そうですね。タイガさんはこの動画の中で一番印象に残ったのはどこですか？いや、僕はそうですね、まあ、うん、全部の家に対してバリケードが張ってあるっていうのが、うん、なんだろうな、その現実味がないというか、ちょっと衝撃的でしたね、個人的には。本当に全部の、ね、集落にね、うん、で、国道6号線以外の道は通れないようにバリケードがされていて、誰も歩いてないし、全部の道は通り閉鎖されているしっていう感じで、うんうん、当たり前なんだけど、ちょっとびっくりでしたね。言葉にね、特にあの浪江の町役場の前のローソンのあたりの、うん、本当に、なんて言うんでしょう、商店街とかありそうな雰囲気の道のところもバリケードで封じられていたっていうところなので、うん、ね、かなり衝撃的でしたけれども、ゆささんもどうでしたか？はい、いや、あの、こんなに近くに寄れるっていうのが知らなかったし、あ、そうですね、その実感としてその、まあ、肉眼で確認ができるというのがあったから、うん、それを実際に確認して、まあ、なんか、あ、ここまで近くに入れるのにね、何もなんだろうな、その整備とかされてないんだみたいなのがすごい驚く、たことかなっていうふうに思って、あとそのたまに歩いている防護服を着たおじさんがいたりとか、はい、いましたね、そういう人しかいないっていうのがやっぱり、うーん、なんかリアルに感じられにくいようなことっていうのがすごい多かったような気がしました。ありがとうございます。はい、本当にね、3キロないくらいのところまで行ってね、肉眼で見えましたけども、うん、本当に映像とかテレビでしか見たことがないような風景、うん、そこの周りがどうなってるのかっていうのがすごく見えたんじゃないかなと思いますけども、ここから富岡を抜けて、うん、原発の今度は南側の地域に行って、うん、そこから
今年の3月に開通、全線が初めて開通した常磐自動車道というところを通って帰ってきましたので、そちらの動画が次ありますけれども、この常磐道というのが実は初めて開通したんです。震災前も含めて、震災前以降もずっと計画はされていたけれども、まだまだ通れなかったというか、まだ作ってる途中だったところでこの震災があって、作業がちょっと中断してしまったところで、また作業を始めてついに開通したということなんですけども、すごいですよね、うん、この中でも工事をして、そして全線開通につなげたということで、というわけでその常磐道の様子もございますので、はい、では次の動画に行きたいなと思いますけれども、次の動画のですね、まあ、一番の見どころというのはない、なんだろうな、あれじゃないですか、やっぱあの線量計が ありましたね。そうですね、そう、常磐道、常磐自動車道に線量計というのが設置されていて、うん、そこを、ね、見ながら僕らも走っていたんですけども、うん、やっぱり実際に線量計があると、ああ、なんかいろいろ考えるものがありましたね、うん、なんかその実際一番近いところよりも離れたところが高かったりとか、うん、 そうですね、そういったのも実際に分かったりとかっていうところもありますしね。それでは次の動画いきます、はい、VTR どうぞ。奈良浜入りました。そうですね、ここね、奈良浜地で我々が最初に訪れたのは町役場の敷地内にあるここなら商店街。2014年の7月にオープンし、現在はスーパーと2つの食堂が営業しています。というわけで、奈良浜町にあります奈良浜町の役場のすぐ近くにあります、うん、ここなら商店街のオラホテイさんというところに来まして、で、そばとかうどんとかって定食とかあるんですけど、イカゲソのそばをちょっと頼みました。だからイカがここに入ってるんですけど、でワカメとかも入ってて、ちょっと美味しそうなので、うん、はい、いただきます。イカゲソ食べます。何か噛み切れない。あ、すごい、これももうしっかり味がついてて、これめちゃくちゃ美味しい。さらにここでは幸せの黄色いソフトクリームという福島から愛媛へ避難した方が作ったみかんをアレンジしたソフトクリームも販売されています。ちょうど愛媛からその方が来ていました。これは河内晩飯のカラマダリンを渡辺さんの潰してジュースにしたやつを鹿川の餃子で食べました。なるほど、はい、じゃあすいません、いただきます。なぜ買ったまま食ってんだろう。先ほどの方が作ったみかんのソフトクリーム、あのね、すっごい爽やか、本当に程よい甘さ。なんかこういうのって結構酸っぱすぎるとか甘すぎるとかってあるじゃないですか。絶妙です、これ美味しい。へえー、すごい。これはなんかすごい建物ですね。確かに。あ、なんだろう、道の駅奈良浜はこんなに、うん、すごい、すごいね、これ。次に訪れたのは道の駅奈良浜。現在は双葉警察署の臨時庁舎となっており、トイレのみが使用できます。道の駅奈良浜には来ております。現在は休止中ということで、はい、トイレだけが使える状態になっているので、ちょっとトイレ借りに行こうかなと思って来たんですけども、はい、そうですね、かつて、ね、本当に立派だったんですよ、この建物が。で、何があったのかなとちょっと気になってみたら、温泉があるんですね。温泉保養施設、うん、いや、ちょっと入ってみたかったね。道の駅に温泉が併設されてるって、まあ、たまにありますよね。たまにある、うんうん、この前行ったとこもあったの、うん、でもすごい立派な建物だ。なんか船みたいですよね。そうですね。あ、本当だ、うん、船の形みたいになってる、うん、ここがいつ再開するかってことですよね。うん、まあ、まだまだ、まあ、4年経ったけどね、ちょっと遠いのかな。再開には遠いのではないかな。こういう施設が再開してくるとね、また、うん、また変わってくる、変わってくるかなと思う。仙台への帰り道は、今年の3月に全線開通した常磐自動車道を通ることにしました。
色。いい景色ですね。すごいいい景色。晴れてるから綺麗ですね。綺麗な景色が広がる常磐道。しかし現実もまたここにはあります。あれ 0.7 ちょっと上がりましたね。そうですね、そうですね、さっきあれ結構近づきましたからね。うん、富岡にも入ったので 0.7 これはどれぐらい上がるのかっていうところ、まあ、ちょっとね、確かに見てみたくもあり見てみたくもない。でもまあ伝えなきゃいけないそうだね。そうですね。お、高っ、高いぞ。 2.3さっき撮ったところからほとんど進んでないっていうか、まあ、うん、2、3分行ったところですけど、急に上がりましたね。ちょっと遠いかなとは思うんですけど、まあ、東側が原発、そうですね、福島第一原子力発電所がある方が、そうそう、あ、線量計ありました。線量計あった、OK、さっきかなり近いところですからね。うん、一番近い線量計かもね。うん、 2.9 9.9 ですね。 2.9 マイクロシーベルトですね。やや高いですね。なるほど。あ、高い。え、何？高い。高い。ちょっと待って、ちょっと待って。お、5.3 マイクロシーベルト。高っ。高いです。え、ここの方は高いんだ。あ、そっか、原発より北の方は高いんだ。でもまあ例えばその日の風向きですとか、そうだね、地形的なものとかもあって、うん、まあちょっと今びっくりしましたね。ね。びっくりしましたね、今ね。本当にだから。もしかしたらどこが高いのかって、近いから高いとかそういうわけでもないし、同じ距離だからといって同じぐらい高いかというとそうでもないから、やっぱり気にしてる方はちゃんと自分で線量計を持ったりとか情報をしっかり得たりしないと、やっぱり気づかないところで高い線量に出会ってるかもしれないので、僕らもやっぱり気をつけなきゃいけないなとは思いますよね。本当にどこにあるのかわからない、正しい情報を得るっていうのがね、一番重要なことなのかもしれません。で、やっぱりその数字だけにとらわれずに、その数字だからじゃあどうしなきゃいけないのかとか、その数字がどれだけの影響を及ぼすのかっていうのって、やっぱり結構数字はいろいろ言われてますけど、本当にどのぐらい影響があったりどのぐらい被害があるのかってやっぱり僕らまだ分かってないじゃないですか、あんまりしっかりと。そこがね、難しいところではありますよね。あれ放題だぞと。そう、やっぱり住んでないんだろうな、人は。いや、住んでないと思いますよ。今回、行った先々でショックを受けるようなものや、やるせない気持ちになるようなものをたくさん目にしました。けれども、未来に向かって一歩ずつ進んでいるものも確実にありました。話をしようよ。誰もいない。
この常磐富岡インターから先が今まで密だった場所です。なるほど。密っていうのは震災の影響で？いや違います、もともと密だった場所です。できてなかった、できてなかった場所です。でちょっとこの日のために Google マップを更新しないと。そういうことか。本来はないところを走ってる。そうそうそう、まだカーナビがこの常磐自動車道を認知していない。すごいですね、道なき道を切り開いてますね。本当だ、OK、空飛んでる。というわけで最後の動画を見ていただきましたけども、はい、まあ、福島まずな広いなっていうのを思いましたね。いや長かったね。なんかねすっごい長かった、うん、福島県って本当に面積広いですからね。いや本当に、で朝8時に帰って行って大体6時くらいにあのロケ終わったって感じだったから。そうですね、うん、これまた横にも広いから浜通り中通り合図ありますけど、ね、というわけで浜通りをね、まあちょっとね途中まででしたけども、うん、行ってきたということなんですけども、そうですね、やっぱり常磐道開通したということで行ってみたんですけども、ずっと線量計がありましたね、うんうん、高かったですね、数値高かったですね、 5.3、うん、最高がね、うん、5.3 ということで、すごいなんかなんだろうな、やっぱり目に見えて分かるものっていうか、うん、で特に真西じゃなくてちょっと北西、そうなんだよね、八代勝町から北西のところが一番高かったんですよ、ね、うん、でちょうどその避難の区域の中でも一番厳しい帰還困難区域となっている地域もちょっと北西の地域が多くて、なんか理由が分かった気がする。そうですね、やっぱりそこにちょっとねどんどん線量が溜まってるのかなっていうのは感じましたけども、その他にもいろいろなところを見てきましたけども、道の駅結構行きましたけど最後で、はい、ね、すごい立派な道の駅ありますね。すごかった、うん、超立派、立派でしたね。奈良は温泉がねいっぱいあったんだよね。そうなんですよ、5個ぐらいあったよね。そう、うん、なんかスーパー銭湯みたいな感じでたくさんのお風呂が楽しめるみたいなところで、なんか大人300円とか入れるみたいな、うん、そんな感じだったよね。で今警察のね臨時庁舎になっている、そう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 、ということで、うん、海が近いから船の形になってるんですよね。そうですね、遠くから見ると、いやなんかあの道の駅に観光マップみたいなのが置いてあったけど、うん、その観光マップのところにね、なんかこういう海水浴場がありますとかたくさんあるのを見て、まあ、この海水浴場が使えるのにあと何年かかるんだろうとか考えるとね、うん、やるしない気持ちになりますよね。かつてのマップのままなんですよね。そうなんですね、いろいろなところが結構道の駅見てると本当にそんな感じがしましたけれども、そしてここなら商店街というですね、はい、これも去年にオープンした商店街行きましたけども、あそこのソフトクリームも美味しかった。美味しかったですね。バターソフトクリームなんですよね。
僕らちょっとアイス食べ過ぎましたね、今回の旅。そうですね。アイスの旅。アイスの旅みたいになってますね。しかも真冬ですよ、これ。一旦3月。頑張った。ちょっと暖かかったんですよね。まあまあまあ、まあ。ちょっといい感じに晴れて、風が強かった。いい感じにアイスビューだった。アイスビューだったんですよね。ご当地のアイス食べましたけども、はい、あのアイスも福島から愛媛に避難された方が愛媛で作ったみかんを使ってアイスにしたということで、それもねまたすごく美味しかったんですよね、うん、なるほど。その後ユサさんたちも食べてましたよね。食べました。食べてましたね。ちょっと我慢できなくなって買ってました。買ってましたね。美味しかったんですよね。いや本当に我慢できなかったですね、まあ、というわけで映像を見ていただきましたけれども、はい、そう2014年そして今年にかけて、うん、ちょっとオープンしている施設が結構多かったですね、うん、行ってみて。まあ徐々に徐々にね、まあ、もちろん国道6号線や常磐道が開通したという影響もあるんですけども、やっぱり例えばコンビニ、ローソンですとか、またファミリーマートも24時間の営業するファミリーマートが奈良派に1個ありまして、そこも通ったんですけども、そこから商店街もありましたし、まあ少しずつですけどなんか新しい変わってきたかなと、ね、変わってきたのお店があるなっていうのはちょっと感じました、まあね、で最後にちょっと出てたんですけども、南相馬鹿島のサービスエリア、常磐道のサービスエリアには今年の4月下旬ゴールデンウィークに間に合うように物販観光施設セレッテ鹿島というのがオープンするそうで、これ完成図見てましたけどもすごい面白そうでしたよね。なんかいい感じ、おしゃれだった、いいおしゃれな建物でしたね。行ってみたいな。そこサービスエリアなんですけども、あの上下線ともに入れるんですよ、ね、そうそう、あれ面白い形でしたね。そう、普通のサービスエリアとかパーキングエリアってあの上下線その上りと下りで違う施設になってたりするって多いんですけども、あそこは上下線どっちも同じ施設に入れるということで、でちょっとね違う、ね、ところ地域から来た人とかもたくさんいて、バスとかも来てましたよね。そうですね。ね、バスツアーでなぜかちょっと知り合いに会うとかもありましたけども。ありましたね。ありましたね。なぜかね。ですかね。なんか西田さんなんか友達なんかね、なんか仲良くなってましたね。あの喫煙所で仲良くなってました。喫煙所で仲良くなってました。おじさんとちょっと話しました。どこから来たのと言われて。そうですね。喫煙所でと仲良くなる。仲良くなりましたね。でもセレッテ鹿島も早くオープンしてほしいな、オープンしたらまた行きたいなとは思うんですけども、そうですね、うん、まあ、それでもやはり線量が高いということは、はい、まあ、変わりのない事実でございまして、うん、未来のためにどん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 新しい施設がオープンしていて、それから変わりそうになっている、今からまた新しいことが起こりそうになっているとはいえ、うん、まだまだ全然進んでいない、むしろ後退しているような景色もたくさんありましたね、うんうんうん、で僕らここ行ったんですけども、やっぱり行くのは自己責任だなと思いましたね。笹も行きましたけども、結構ね、やっぱりちょっと不安なところはね、いや、まあ言っていいものなのかとかね、どういうことを話していいものなのかとかって分からないことが多すぎたよね。そうですね、実際ね、うん、結構難しかったですよね。行ってよかったなとはちょっと僕は思いましたけどね。なんて言うんだろう、すごく行ったことで、なんて言うんだろう、無力感っていうのをものすごい覚えたんですよ、あの時。何ができるんだろうってちょっと思って見てて、うんうん、やっぱり自分はここを見たとしても何か伝えられることって言ったら言葉で喋ること以外で、じゃあ福島の復興のために何かできるかって言ったらそうでもないし、逆になんて行くことによって、うん、そのいろんな人たちがそこで接客とかしてくれて、なんか逆になんか張り切らさせてるのかなみたいな、そんな思いもあって難しいなと思ったんですけども、でも人が少しずつ増えてるのかなとはちょっと思って、うん、例えば南相馬の道の駅もそうでしたし、ここなら商店街も席埋まってましたよね、結構埋まってましたね、オラホテイさんね、ここもね、いろいろあったんで、そのやっぱり復興に携わる人っていうのが、うん、やっぱり福島に多く入ってるっていうのが分かるよね、うん、そこから、うん、そうですね、うん、トラックも作業着の方もすごく多かったですし、というわけでね、一度ね行ってみたらいいんじゃないかなと僕は思いますね、まあ、自己責任、そうですね、おすすめはしないですけども、うん、やっぱ経験として行ってみてもいいなと思いましたし、行けない方はやっぱりこの動画を見てちょっと少しでも感じるものがあればいいかなと僕は思います、うん、タイガーさん何かありますかね。そうですね、まあ僕はやっぱり高速道路乗ってて線量計があえて普通に置いてあるっていうのが、まあ、普通ではないというか、うん、窓も開けられないっていうのもあるし、うん、まあ、僕の中でその復興というか震災が終わる一つの目処として、あの線量計がいつの日かなくなること、うん、いつの日か窓を開けて常磐道を車が走れるようになることを一つの目標として入れていきたいかなと、まあ、僕がどうかするわけではないですけれども、うん、まあでもそうかなと、やっぱり普通ではないですからね、やっぱり線量計があることも、うん、まだまだ復興は続いていくんじゃないかなと、やらなきゃいけないこともあるんじゃないかなと通過しましたね、はい、ありがとうございます。というわけで本日は福島県浜通りの今ということで、
国道6号線を南下して福島の第一原子力発電所に近づきまして、また今月開通した常磐道を使って仙台に戻ってきました。来週は何をしますか、伊佐さん。はい、卒業旅行を行ってきたんですか。行ってきまして。ついにどういうところに行ってきたんですか。卒業旅行、今ね、V で出てきたようなところに行ってきました。え、どういうところですか。分かりづらい、分かりづらい。道の駅です。道の駅。あ、道の駅。道の駅つながりなんです。道の駅つながりです。おー、なるほど。はい、 あとですね、はい、サクナミの、サクナミの、サクナミ一の坊というホテル。いいですね、いいホテルですね。あ、いいとこ行ったなぁ。あそこ前通るたびにいつもいいホテルだなって思う。いや、いいとこ行きました。本当に、本当に思う。卒業旅行ということは卒業でき4年生の4人が行ったってことですね。まあまあ、そういうことなんですけど。そういうことなんです。これ、なんか4人で全員で行ったんですか、それともチームで分けたりとかしたんですか。チームで分けました。対決です。対決になってんの。対決、卒業旅行、卒業旅行だけど対決した。あの卒業旅行だけど体張ってますから。あのもっとなんかゆったりとかしてない。ゆったり、楽しみはしたよ。一の坊で一の坊 で、すごい温泉良かったしね。はい、温泉4つぐらいあるんだよ。いやー、いいな。全部入りました。いいな。佐久波温泉のね、一の坊は本当にいいホテルですからね。そう、来週に撮っておきたいセリフなんだけど、はい、ゆっくりしたりないぐらいゆっくりできる場所がある。すごいいいセリフ。来週もぜひお願いします。これ来週、これ来週もそのまま使います。うん、そのままあの一の坊さんにキャッチコピー提供していただくといいかな。使えるから使えますね、これ。もうあの旅館のその何でしょう、湯船の映像とか流しながらゆっくりしたりないくらいゆっくりできるやつ。チームできそう。チームできますから。対決したの、楽しみだ。本当だって、もう卒業なんですね。来週が3月の最後なんで。ラストなのかな、どうなんだろうね。まあ、ラス一応学期末ですから、学期最後の区切りの配信となりますんで、うん、もしかしたら4年生の姿が見られるのは、うん、もう最後の配信になるかもしれない。もしれない。なるかもしれないということですよね。いや、もう出ない方がいい、そしたら。そういうわけじゃない。別に追い出したいわけではない。うん、来ていただければね、歓迎しますし、はい、学生じゃない人ですと紹介しますんで。あ、本当ですか。よろしくお願いします。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。はい、また来週も以外もございますので、はい、ぜひご覧ください。というわけで、ありがとうございました。さよなら。また来週。